おはようございます。釣り子 TV です。これ、プーンチンなんですけども、エンジンのまあ、ツレツレの沈む虫系ワームですね。これのエラストマー素材が出ていたんで、一つ買ってきてみました。価格は880円で、5匹入ってるのかな。先日ね、こちらのね、ライク 2.5 インチに、エラストマー素材が出たよってね、これ買った時と同じ時に実はね、買ってるんですけども、これは、ちょっと、技ありなんじゃないかなと思ってね、まあ、最近流行りのエラストマー化したっていうことでね、カラーはね、ミミズっていうカラー買ってみました。じゃあね、早速開けてみたいと思います。結構ね、こういうね、ブリスターパッケージに入って、今ちょうど一匹こんな感じでね、ついてきてくれたので、見てみますけども、うわー、これね、ブーンチン、すごい細かい作り込みですよね。まあ、これがモサ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 ね、なってる。これブーンチンだから、でもこれエラストマだから浮きますよね。だからもうブーンチンじゃなくて、ブーンなんじゃ、まあブーンチンの形で浮くブーンチンっていう、そんな感じでいいんですかね。いやー、これね、お気に入りでね、虫パターンとかでよく使ってたんですけども、ブーンとかブーンチン、やっぱりね、結構ちぎれるんですよね。ブーンなんかは中空素材で、まあそれはしょうがないことだと思うんですけども、もうちょっと餌持ちよくなんないかななんてのはね、ずっと思っていたところではあって、そこに来て、このもうね、めちゃくちゃ耐久性の高いね、この、なんつうの、ビヨーンって伸びる、このエラストマー素材ですよね。これ貸した、ブーンがあったらなってのはね、昔から思っていたところではあるんですよね。そこに来て、このね、ブーンチンがエラストマー化してって、あ、これはいいんじゃないかなということで、まあ餌持ちも良さそうなんで、あとね、価格もね、880円で5匹入っておりますが、これは結構もうワンシーズン大切に使えば使い切れちゃうんじゃないかなってね。ボートなんかだと、その、ぶっ飛んだりしてもね、目切らなければね、拾いに行けますからね。そういった意味で非常にコストパフォーマンスに優れたルアーなんではないかなと思ってね、一袋買ってきてみました。まあ、ここら辺と、まあ、いろいろエンジンのやつ買ったんですけど、エンジンつながりで、こういう感じでね、スーペリオフック、これのね、4番ね、このスーペリオフックの CO フックっていうのはちょっとこう、太軸な、線形なんですよね。で、この線形で4番まで揃っているっていうところがいいなと思って、ちょっとね、大きめな魚狙うときに、3番の方がいいのかな、どうかな、ね、4番でもいいのかな、ね、ここら辺の組み合わせで、PE ラインとかでちょっとややこしいところに投げて浮かせて、で、もじ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 さしたいなっていうことでね、こんな感じで針もね、一袋。これ、CO フックの4番ってのは買ったことなかったかな。初めてね、買ってみたんですけども。まあ、これもね、価格の割にね、数もいっぱい入っていて、そんでもってフッ素加工されていてね、非常に使い出のある針なんで、合わせてね、こんな感じで買ってきてみました。ね。エラストマー化されたブーンチンか。ね。ちょっとね、気になっていたので、これのね、活躍するようなところでちょっと浮かしてみたいと思います。はい。というわけで、本日の釣り子TV はこちら。エンジンからね、新しく出たですね、ブーンチン 1.5 インチのエラストマーバージョン、これを買ってきて、開封してみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。